やっぱあれかな、リッカさんに言われた通りあれにしようかな。あ、当たり、よくわかったね。今回はスタングレネードの改造を思いついたんだ。リッカさんに前作ったナンクルナイザーで怒られちゃってね、榊博士と一緒にずっと謝ってたんだよ。で、一回食べ物から離れてやってみようってことになってね。私前から思ってたんだ、スタングレネードにもさ、もっとこういろんな光のバリエーションがあってもいいんじゃないかって。あれって実用性さえ損なわなければどんな見た目でもいいんだよね。だからもっと綺麗で素敵なスタングレネードってリッカさんにお願いして作ってもらったんだ。で、さすがにここでは試せないから、任務が終わった後外で試したいなと思って。そこで本題です。よろしければご一緒しませんか。やった、行こう行こう。先に行って準備しておくね。それでは作戦行動を開始してください。始めますよ。さあ始めますか。余裕です。
ですよ。あらかじめ結合崩壊が発生。敵のオラクル反応、不安定になってきています。邪魔、反応光線、刈り取る。光線界のラーバナが戦闘音を探知、光線ポイントへ移動を開始しました。ブラッドはバースト状態、まもなく解除されます。見てなさいよ、邪魔、こんの止めちゃうよ、邪魔、やったよ、邪魔、揺さぶってあげる。なんだろう、邪魔、刈り取る。よし、敵ダウン、オラクル反応弱ってます。やったね、刈り取った。邪魔、反応、光線中の荒神が捕食のために離脱。取る。
てあげる。わーい。よし、荒神ダウンしました。一気に潰しますよ。オラクル反応は全て消失。お見事です。次もこの調子でいきましょう。ま、こんなものじゃないですかね。イエーイ、任務完了。次の任務に備えましょう。いっぱい動いた後は、ここなら誰にも迷惑かけずに試せるよね。では張り切ってどうぞ。いや、危なそうだからちょっと実験してもらおうと。嘘嘘、冗談だよ。さ、バーンと一発。あれ、間違って試作品渡しちゃったのかな。あ、起きた。ごめんね。間違ってみんなホールド状態にしちゃうスタングレネードを渡しちゃったみたい。本物はこっち。はい。さすが、絶大な信頼を感じるよ。ありがとう。じゃあよろしくお願いします。人気使いになれて本当に良かったな。みんなと会えて本当に本当に良かったな。あ、終わった。隊長、いつも本当にありがとう。これは感謝の印だよ。これからもよろしくしてやってね。なんか照れくさいね。戻ろ。もっとたくさん作ったら今度はみんなで花火大会やるんだ。きっとブラッドのみんなも極東のみんなも喜んでくれるよね。よし、これからもどんどん作ろうっと。これからも手伝ってね。